はい、モノマケの2です。前回この箱を作ったんで、今回は取っ手を作ります。まあ取っ手はまあこのパイプを端を潰して90度に折り曲げてここに縫い付けるっていう感じで作ります。で、柄の部分ですね、木をこのパイプの中に入るようにこう削って、あとはビス止めで付けようと思います。潰しましょう。銅スクリュー釘をリベット代わりにちょっと使ってみたんですけど、首の元が細くなってるんで、ちょうど使うところが細いんですよね。ちょっとこれで止まるかな。やってみよう。油を落としてます。テカっちゃうんでね、これよく落ちるんですよね。とりあえず箱は完成しました。で、今日はこの取っ手をこの箱とくっつけるんですけど、くっつけるのはリベットでつけます。ちょっと前日からやってみてるんですけど、 38mm スクリュー釘ってやつですね。今日ちょっと打ち込んで潰してみます。で、ここちょっと長いんで、ここはカットして、このグリップの部分はこの木でつけます。では早速作っていきます。これは以前作った鉄下駄の足の部分なんですけど、今回再現します。こういったやつで、こう叩けば力が入るんで、曲がるか。この出てる部分を潰して伸ばすんですけど、これ長すぎて曲がっちゃったんで切ります。切るのはこの
サンダー。サンダーって言わない。ディスクグラインダー。刃なんですけど、株式会社レジトン、カット用の刃ですね。金の卵、通称金玉ですね。金玉 Z。はい。なかなか面白い。狙ってつけてるだろうな、絶対。狙ってつけてますよね。よし。ほぼなくなっちゃったな。ほぼないな、これ。あ、飲むか。あ、いい感じか。いや、でもないな、これ。中止。よし、じゃあ高さ揃えたんで。綺麗に仕上げると本当に難しいですね。職人さんやっぱりすごいわ。さすが職人さんですよ、ね、使えるものは作れるんですけどね。見て綺麗っていうものはね、本当に何年も何年も修行しないとここまではたどり着かないですね。よし、どうすか、着きました。夜は静かでいいですよね。でも周りもね、公園があったりするんで、その草っぱらにね、虫が住んでるんで、虫の音が聞こえるんですよ。それがいいっすね。なんともいいですよね。はい。サンダーでこう調整しながら削ろうと思ったんだけど、ヤスリでやります。鬼目ヤスリ、目がすっごい荒い木工用のヤスリです。いいじゃないですか、180番の木工用のペーパーです。2箇所行きましょう。2箇所。ちょっと弱いですけど、こっちが。こっちで効いてるんで。よし、あ、祭りを思い出すね。楽器としても使えますね。いい。はい、というわけで今回は絵を取り付けまでやりました。やっぱりちょっとね、仕上がりはだいぶ荒くなってしまったんですけど、まあぐらつきもなくしっかり固定されてるので、まあ使う分には問題なさそうですね。まあでもよかった。かっこいい、かっこよくないですか、自画自賛。ちょっとやっぱりこの絵がね、細かったですね。そう、細かったな。なんていうか、これがね、結構なかなか重たいですよね。
厚みが2ミリあるんで若干力が入れづらいっていう感じですね。リベットもちゃんと作った方が良かったですね。ちゃんともう少し径の太いもので作ってあげた方がかっこよくできたかなと思いました。そしたら次回はこれ表面に錫を塗って、あとは細部を面取ったり仕上げたいと思います。とりあえず手をつけるまでは完成しました。ありがとうございました。